船橋市営モノレール。今回は千葉県の中都市船橋市にモノレールを引いてみるか。市の南の玄関口南船橋から競馬場と漁港を経由する。需要としてはここで息切れかな。本当は船橋三番瀬海浜公園にも行きたいが遠すぎる。不便な船橋市役所にも駅を置く。再開発ビルのど真ん中に駅を置く。船橋駅北口から東海上までは地下街作っても面白そう。あとは惰性で伸ばしていく。地方と中央をはしごできるのは船橋ならでは。さすが船橋。終点はこの辺りにする。